はい、おはようございます。高橋です。今日はね、富士山に来てます。じゃじゃん。ね、久しぶりの泊まりキャンプなんですけども、キッチンカーの社長の小笠原さんと、2人キャンプなんで、ソログルキャンみたいな感じで、行ってみたいと思ってます。で、今ね、お昼っていうか、10時ぐらいなんですけれど、で、これね、今スーパーにね集合しようということで、今スーパー向かってます。天気も最高、冬キャン。今日はね、夜は多分0度とかになってくるんじゃないかなっていう感じです。行ってみます。この先、目的地周辺です。ここマックスバリュー集合ポイントです。ランクルどこだ、いないかまだ。うぃー、はい、おはようございます。ありがとうございます。止めれる？今分からなかった。結構いっぱいなんだよね、これ。すごいです。キャンプグッズがめっちゃ充実してる。すげえな、本当に。っていうか、やべえ、トーチが売ってるよ。入る？これからお肉屋さんへ。はい、お肉屋さんに今度はね移動します。馬刺し専門店なの？すごいね。ワニ肉あります。馬刺し、ミートショップ、藤竹です。バーベキュー場なんてあるじゃん。ねえ、うそ、何ですかこれ。おー、面白い。会場があるよ、会場が。バーベキュー会場。うん。まあ、来ることは絶対ないだろうけど。ここまで来てね。ここまで来て、あそこは行かないね。面白。おー、カンガルー、ワニ、すごいよ。ダチョウ、カエル。カンガルー、ワニ、ダチョウ、カエル。キジ。ラクダ。すごいですね。すごいね。初めて馬もつ煮初めて見ました。すごい。馬メンチカツなんて見たことある？でもさ、なぜか電話が売ってるっていう、古い電話が売ってるっていう、面白くないよ。なんでこれ？やば。片付け、後片付けなしだからね。じゃあちょっとお肉を待ってる間にパトロールへ行きます。うお、バーベキュー会場というか倉庫になってるというか。すごいな、この、すごいね、倉庫だね、倉庫。すごい。で、ランチをね、なんか美味しそうな肉のね食堂があるらしいんですけどね、今そこに向かってます。もう超近いよ、そこだ。ほい、ここね、一番というのかな、富士山の真裏ですね。もうね、すごいな、ね。よし、お好きな席どうぞ。はい、お姫様です。いらっしゃいませ。はい、僕は肉野菜炒めで、おばさんさんは焼肉プレーン。いいね。いや、美味しかった。だけどもう腹パンパンです。こういうパターンはね、結構初めてかなみたいなね。ご飯を食ってから行くっていうのは、いやー、やっぱり富士山はいいね。最高ですよ。
天気最高。到着しましたよ。今のところからね、車で5分ぐらい、大の字ファミリーキャンプ、オートキャンプ場ですね。結構久しぶり。重いんですよ、ここは。ちょっと前の道あるじゃないですか、うん、そこ通ると来たなって思う。ねっ、ていうかご飯屋さんから近かったね。あ、苦しい。こっちってなんか入ったことないけど、お食事なんだ。はい、あ、はい、はい、じゃあそちら記入してもらっていいですか。はい、さあ侵入してきましたよ。これね、6番は OK だけど、1,4,7,8,9,10,10、ここが全部、この辺がダメっていうことだよね。1,4、どうしようか。富士山あそこのこんな感じなんですけれど、この辺にね今日展開しようかな。でね、前回ね向こうに立ってたんですけど、もう今ももはや影になってきてる。というのも寒くなるんですよ、向こう側は。なので今回はこの辺と。ただめっちゃ車とか走ってるけどね。朝ねコンビニでまたこのグローブを買いました。なくなっちゃったのよ。何個買うんだろうねっていうね。まあでも便利なんで、よいしょ。今日は荷物こんな感じで、でついに冬キャンなんでストーブ持ってきました。すごいでしょこれ。それそれそれ、こんな細くなんのよ。はい、今日も DOD の44ベースです。で今日のあれだね、小笠原さん、僕のもうもはや忘れ物発覚、ランタンスタンド忘れた。やっぱ最後雨だった。最後大雨で、でこれはあの星に来たね、わざわざ埼玉にデイキャンで。でこれは平気だと思ってたのよ。したらこんなことになってるよ。もうダメじゃんねこれ。やば、こんなに壁生えちゃうんだ。やばいわ、こんなのもう洗ったって取れないよね。あちゃー、はい、終了です。これ終了。やっぱりいよいよ深爪が必要になってきたな、これ。そう。いやでも多分取れないと思うんだよな。ああ。これやってるんだったら、視聴者に出して買ったわ。買ったわよね。ちょっととにかく乾かそう一回。富士山をバックに乾杯しようかな。じゃあ超冷えてる。ではでは、よし、このショットがいいな。乾杯。乾杯。はい、凍ってて飲めマジかおい、ちょっと腐りすぎて潰れてるよもう独立すらしもう腐ってるよこれ。あーショッキングだな。腐ってる腐ってる。はい、なんてこれや。やばい、小笠原さんがゆるけんチャンネルのシェラカップ誕生日プレゼントしてくれました。ありがとう。おめでとうございます。やば、初めてですこういうの使うの。今までこれ全部紙コップだからね初でした。初だよ初。あ、どうぞ。はい、小笠原さんのニューアイテム、ここに、え、ここ引っ掛けるんですよ、うん、で
これで。で、これ。そういうやつ。で、どうやって火をつけるの？いや、一緒っす。一緒一緒。これを手で外して、持ってやるってこと？そうそうそう、これを取って。持ってないよ。おお。超極太マッチってことね。そう、これで 8分持つんだよ。え、そんなに持つのこれ。そう。すっごっ。あ、じゃあもうこれが着火剤になってるってこと。そうです。なるほど。はい。これはすごいね。これで中だけで売ってんの。これは側はこれでだって。これだけで売ってます。そういうことだよね。うん、これだけで数百円で。え、数百円で買える。数百円で買えます。しかも結構入ってるので20個入れ。あげますよ。嘘。マジで。そんなにいただきもんばっかりいいんですか。いいっすいいっす。マジで。うん、やば。買っちゃったんだけど。ありがとう。まだ新しいんだよ、これも。ちょっと嬉しいんですけど。やべえ、こいつといい、ゆるけんチャンネルからいただきました、いろいろ。やば。ぜひ。ありがとう。使ってください。ちょっと嬉しいんですけど。やば。これもったいないから、こう使わないとね、じゃあ。おい、いった、危な。なんだこれ。てれれーん。さあこんなのぶる下げるだけで一瞬でキャンプっぽくなりました。いいね。これもでもマジで本当にこれさ勉強になったよ。このテントの向きっていうか立てる位置。やばい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 。おい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 、いけるじゃん。この全部日陰になってしまうというね。ね、さあもう日陰モードになっちゃったからまだ3時半なのにめっちゃ一気に寒くなってきました。これからマイナスに向かっていきます。でこのカビ生えたこのワンタッチテントも太陽なくなって干すの関係なくなってきたからちょっとねシェルターの中にしまって、あ、これじゃない、危ないちょっと設置していきたいと思います。ふいー。じゃあカビくんをちょっと戻していくわ。やっぱり深爪が必要だな。もう今のうちに灯油入れた方がいいね、これ燃料。よいしょ。来ました、本当だ、ガチ勢だわこれ。来ましたか。やばいなこれ。本日のメニューは？本日のすき焼きです。うお。本日のメニューすき焼きですこれ。はい、やべえな。すき焼きと海鮮スープ。海鮮スープ、はい、やべえなこれ。そのダブルでいいんじゃないですか。これ何時スタートですか。いやもうダラダラやっていきます。あと馬刺しがね。あ、馬刺しがあるの。さっきの馬刺し馬のプロショップで、はい、それ行きましょう、ね、後で行きましょう、うん、いいね。このプリムスってやっぱすごいのこれ。でもあのオーソドックスなメーカーでもよく聞くよね、これね。高いの、これ。これ、グルメキャンパーの必須アイテム？いやいや、そんなことないです。あ、そう。あの、コールマンの2バーナーでもいいですし。そうなんだ。僕はちっちゃいのが欲しかったんで。確かにこれコンパクトの、コンパクト2バーナーなんだ。超コンパクトですよ、これは。で、一つの缶で、二ついける。うん、そういうことなの？え、どこに缶つけてんのこれ。あ、そういうやつね。で、その台はどうなってるのこれ。これはあれです、バンドックの。それがバンドック、はい、だから、これだけです。
え、この台かっこいいじゃん。あれこのお揃いみたいじゃん、これとこれで2000円ぐらいです。いや、マジで、はい、それすっかっこいいじゃん、なんか。そうなんですよ、これいいね、これ。へえ。そしてこれ、これさ、一瞬これ、これランタンのやつなの、それともあのポールのやつなの、これランタンハンガーです。これランタンなの、はい、こうなってるけど、ポールにも使えるんじゃない、もっと長くできるのか。え、そうなの、はい、これいいね。で、ぶっ刺す感じなの、ここに。そうです、今ロースタイルなんで高さあれですけど。どこまで行くの、高さ。180ぐらいまで多分行ける。へえ。これついてくるの、この変なハンガー。ついてきます。へえ。これいいね、こうやってやるだけ。もう入れるだけです。これやべえ、来週持ってるわ多分。これなんていう商品名。え、普通にランタンハンガーとかであるんじゃないかな。やば、じゃあもうしょうがないもんな、このじゃあランタンハンガーと、あとあいつの代わりの深爪。深爪ね、深爪とこいつをゲットしよう。でもさ、このコックピットのさ作り方の違いって、こうソログルキャンやると面白くない。例えばさ、小笠原さんの場合はさ、お料理メインでこう、そうですね、そうじゃん、うん、僕なんてさ料理のもの何もないわけじゃん、これ焚き火が目の前にあって。確かにね、これって確かあのいろんな人たちとこうやってソログルキャンやってると、あの違いが見えてね、面白いのよ。あのそのみんなのなんかこう大事にしているスタイルがさ、はい、パッとこうなんかこう違いが見えるっていう。確かにね、僕はメニューによります、本当に面白いよね。でもどれ、馬刺し行こうよ。じゃあ馬刺し食レポお願いしますよ。うん、うまい。食レポに。いや、マジでうまいわ。でももう一回いきますよ。ダメだよ。うまいうまい、普通にうまい。あ、美味しいっす、美味しいですわ、これ。うん、ちょっとこのタレをいっぱいつけて。馬刺しってわさびとかつかない、ニンニクみたいなのつけない、よく。あ、つけますね。でもつけなくてもめっちゃうまい。ちょっと始めんの。え。うまい。食った？食ってないです。これもちょっと。よし、ちょっと行ってみて、これマジうまいわ。おお。これはあの完成プースからね。何プース？これ魚介スプース。魚介プースね。はい。これどうやって持ってくるの？ここ？どうだ。優しいやつ。うまい。温まる。ああ、これはうまいわ。これいいわ。というか初めてこの銀色のこれでカップで食べるっていうね。うん。あ、いいね、いいご飯会場になってこれ。酸味。オッケー。じゃあこれでいただこう、これを。これは卵ぶっ壊して、はい、これもうすき焼きのタレ入ってんの。入ってます。おい、ちょっと待ってください。おい、きた、いきます。じゃあまずお肉から。うんうん、うまいに決まってるよな、これ。うん、美味しい、美味しいわ。うまいっすか。うん、うん、あ、椎茸めっちゃうまい、これ吸ってる、味めっちゃ染みてる。椎茸やばい。もしかしたらお肉より染みてる。
まだ椎茸食べてない？まだ食べてないです。ちょっと言ってることが分かるよこれ。うまっ。小笠原さんソロキャンだとこのご飯を真冬になったら、うん、基本外でやってますけど、うん、だらだら行きたい時はもうこっから一旦出ない。そこの中に一回このご飯グッズをその中に入れるの？その中に入れます。へえ。でこういうの余計なのは車の中にしまっちゃう。あ、そういうこと。それでも最低限の装備で、そう、そこの中でやると。そうなんです。じゃあやっぱりもうちょっと広い方が絶対いいよね。そうなんですよね。なるほどね。そっか。でもさ、もう本当のさ、ザソロキャンスタイルでさ、僕らよりもほらもっと超ちっちゃい装備の人っていっぱいいるじゃん。います。あの人たちって真冬どうしてんだろうね。外でこうやって食うのかな。中でやってません？あのちっちゃなテントの中で。うそ、ガスコンロみたいなので。ちっちゃくちっちゃく人いますよ。あ、そう、火事になっちゃいそうじゃんね。あー、でもそこまで寒くないですね。うん、よかった。でも寒いよ。その帽子がね結構多分正解、うん、あの耳がね痛い。今年初めて耳が痛いもん。でもまださ、はーってやっても白くなんないもんね。ね、まあ、寒いんだけれど大したことない。家ですき焼きやったりするんですか？うん、ホットプレートで。ああ、いいっすよ、ね。うん、4月から10月に行くと僕はもうここでもうナイターをずっと見てるって感じです。ナイター？はい。野球？野球好きなの実は。うん、へえ。結構いろいろ内緒にしてることいっぱいあるよね。いやだ、なんか、うん、ヒアリングされないじゃないですかそんな。残念ながら富士山は見えません。というかここの辺にテント張りたかったな。昨日ねダメって言われたんですよ。こっちしかもう誰もいないのにね、イベントかなんかで使うからなんて言ってね入れてくれなかったんですけど。よいしょ。はい、僕らはねちょうどあそこの奥のここです一番。今ね気温6度ぐらい。思ったよりはあの寒くないですね。もうマイナスになってるかと思ったんで。でストーブは途中まで夜中つけてたんですけど暑くて消して、寝袋とこのマグマ北海道だけで寝た感じです。まあなんとかなりましたね。よいしょ。寒くてね外出れないですよ。やっぱりこの中でこれつけてね、やっぱりぬくぬく今味噌汁飲んだりコーヒー飲んだりしてるんですけど、やばい、焚き火とかできない、寒くて。
いやこれでもチビテーブルゲットしてよかったな。今までさこいつをテーブルに使ってたからさ、そうそうなのよ。でもやべ、深爪もマジで買うんだったら速攻買わないと。結構 DOD って発想遅いよね。1週間ぐらい楽勝で待たせるよね。ポチッとな。よし、ゲット購入。ほぼ片付け。よし、撤収しまーす。ほら、小笠原さん撤収するわ。撤収しましょう。うん。さよなら、また。そうだね。どう？でも映りそう。お、でもちょっとだけバック。富士山バックで。はい、お疲れさまでした。お疲れさまでした。はい、チーズ。オッケー。いい感じ。いいっす。オッケー。じゃあ、では気をつけて。はい、ありがとうございました。また。はい、じゃあね。あと1回ぐらい行けるといいね。行こう。次はなんだっけ、深爪になっていくから。じゃあね。